皆さんこんにちは。可愛いタイプの女性を見つけて理想的だから付き合いたい、可愛いから俺のものにしたいといったように浮かれていても、そのウキウキがずっと続くとは限りませんよね。何かがきっかけで急に冷めたり飽きてしまう場合って大いにあり得ると思います。実はそれは女性側も同じなんです。この人かっこいい、付き合いたいと初めは心を躍らせていたとしても、急に気持ちが冷めてしまうパターンは必ずあるんです。そしてその瞬間に女性は分かりやすく態度を変えるのですよね。この態度の変化がある意味女性の心を表すバロメーターにもなっているんですよ。今日は好きな男性に飽きてしまった時に女性がする行動について解説していきたいと思います。これから紹介するような態度が現れるのは気持ちが冷めきっている証拠です。少し胸が苦しくなるような話も出てくるかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合いくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、何でも曖昧にして避ける。最近あなたに対してこんな風に言ってきた女性はいませんか？ちょっと忙しいの、予定が分かったら連絡するね。友達からも誘われててまだ確定してないから何とも言えないんだよね。あなたが女性をご飯やデートに誘った時にこんな風に曖昧に言われてそのまま放置、もしくは最終的に断られているなら、それは彼女があなたに対して強い好意を持っていない証拠です。本当に好きなら極力誘いは断らないんですよね。もし本当に仕事が忙しかったり他の予定があるのだとしても、必ず別の日を提案してきたり、終わってからならいけるんだけど無理かなみたいに最後の最後まで粘ってきます。これはそこまでして会いたい気持ちがあるということですよね。曖昧にしてくるのはご飯に誘う時に限った話ではありません。例えばあなたがどう思うと何か質問をした場合も、どっちでもいいんじゃないというふうに曖昧に返してきます。いいとも悪いとも言わないという対応をされるのは、結局のところめんどくさいと思われているからなんですよね。考えるのもめんどくさいし、後であれこれ言われるのもめんどくさい。本当に好きならもっと真面目に一生懸命に考えるはずですよね。少なくとも適当だなと思われたくないから、最終的に決断はできなくても考えているアピールくらいはするはずです。そんなアピールさえもめんどくさくなっているのは、あなたに対しての気持ちがどんどん薄れている証拠。何でも曖昧にし始めたら要注意ですよ。誘ってくれなくなる。気持ちが冷めてくると女性の方から誘ってくれることもなくなってしまうんですよね。女性は好きでもない男性のために時間もお金も労力も消耗したくありません。会えば自由な時間が減る、会えばお金がかかる、会えば無駄に気を使って疲れる。こんな風にマイナスな条件が揃ってしまうと、女性はそこまでして会いたくないと思うわけです。好きだった頃は10分でも5分でも一緒にいたかったんですよ。一緒にいられる時間を作るために仕事も頑張るし、会えそうな日に他の予定が入らないように調整することに必死でした。会っている時間が女性にとって最も幸せな時間だったし、貴重だったんですよね。でも何かがきっかけで気持ちが冷めてしまうと、そこまで必死になって時間を作ることもないというふうに気持ちが急に切り替わってしまいます。もしかしたら他にもっと大切なものができたのか、もしくは単純に飽きてしまったのか。原因は人それぞれですが、間違いなく自分から声をかけることもなくなるんです。3、女性からの連絡が来なくなる。誘ってこないだけでなく、連絡自体が来なくなるパターンももちろんありますよ。好きだった頃は話したいことが山ほどあったのだと思います。長文で送ってきたり、絵文字やスタンプもたくさん使って、気づいたら夜中まで連絡が続きます。話の途中で寝落ちして、翌日また女性の方から寝ちゃった、おはようと送るのも珍しくないパターンですよね。あなたのことが恋しい女性はじっとしていられないから、必ず自分から LINE やメッセージを送ります。たわいもない話で送ってくることもありますよね。画像だけがポンと送られてきて、不思議だなと思わされたこともあるかもしれません。そんな風にほぼ毎日送ってきてくれていたのに、最近は全く送ってこない。こんな変化が起きてしまったなら、明らかに女性の気持ちに変化が起きている証拠ですよ。もちろん本当に忙しくて送ってこない時もあると思いますが、いつもではないはずです。
時々でも女性の方から送ってくるならまだ危機感を感じなくてもいいと思いますよ。昔全く送ってこなくなったのに 2,3 ヶ月経って突然また送ってきた人も実際にいました。この空白期間に何かがあったんだねってついつい言いたくなりましたね。当時の私はまた連絡しても都合よく暇つぶしに使われるだけだと思って相手にしませんでしたが、案の定彼が必死にその後連絡をしてくることはありませんでした。連絡をしないのは間違いなくする必要がないと思っている証拠なんですよ。一生懸命な気持ちがあるなら何度でも送ってくると思いますよ。4、暇なはずなのに返信が来ない。女性から送ってこないだけでなく、あなたから送ったのに返信がない場合はもう状態は末期かもしれません。例えば SNS を更新しているのに返信は来ないとか、他の人に返信はしているはずなのに自分には来ないとか、仕事が終わっているはずなのに連絡が来ないとか、起きてるはずなのに来ないとか、今までだったら絶対に来てた時間帯や条件で返信が来なくなっているならかなり危険です。人によってはあなたにただただ甘えている場合もあります。もし相手の女性がもともと返信ペースが遅い人であった場合、あなたに好かれるために頑張って連絡をしていたのであれば、慣れてきたことで減ってきたり遅くなることはありえます。それはあなたにもう好かれたから大丈夫という変な余裕が生まれてしまっている証拠。でもそれならそれで他の部分で見分けがつくはずなんですよね。例えば返信はものすごく遅くなったけど会った時にはベタベタくっついてくるとか、連絡がマメじゃなくなったけど誘いの連絡は何回も来るとか、今日紹介している他の項目にも結構当てはまって、さらに返信がなかなか来なくなっているのなら、やはり 100% に近い確率で飽きていると考えられます。5、反応が冷めている。心が冷めてきていると体の距離が近づくことにも抵抗が生まれてくるんです。好きだった時は近づきたい気持ちが強いのですが、冷めてきたから当然その反対になりやすいんですよね。例えば近くを通った瞬間だけでも態度の違いってあるんですよね。好意がある男性がちょっと後ろ通るよといった感じで近づいてきたとします。その時女性は大丈夫ですよとか、ああ狭くてごめんなさいという感じで積極的に会話をする姿勢を見せます。表情も笑顔だし、手や体も大きく反応して動いている可能性が高いですよ。でも冷めている女性ならどうなると思いますか？すぐ後ろを通る瞬間も明らかに無反応、そして無言で無表情です。最悪の場合はちょっとイライラしたような顔さえするかもしれません。つまり近づくことさえ嫌になっているとか、関わろうとしてくることが嫌だと思っているんですね。大体の女性は顔を見れば分かりやすいはずなんです。でもやはり敏感な男性でないと察知できないのかもしれません。近づくだけでは変化がわからないのなら、ちょっとふざけたことを言って笑わせてみてください。今までなら本当にくだらないことでも笑ってくれていた女性も、冷めてくると笑ってくれなくなりますよ。それか頑張って笑っているけどコメントできないという状況になります。こんな時に調子悪いの？なんて的外れなことを言ってしまってはダメですよ。気をつけて。冗談でこういうことを言ってもかえって悪化するだけです。だって女性の気持ちは冷めているんですから。こういう時は冷静に話をしようとする姿勢を見せるとか、一旦距離を置くとか、相手としても変化を感じる態度を見せるのが効果的です。いつも通りでいてはダメなんですから、いつも通りじゃないあなたを見せる必要があるんですよ。以上、好きな男性に飽きてしまった時に女性が取る行動についてご紹介しました。女性が冷める原因は本当に些細なことかもしれません。理想と違う部分が見つかった、女友達が多いことに気づいた、不意の一言に傷ついた、無神経だと感じた、共通点が少ないから理解が難しいなどなど。ただ本当にあなたのことを好きな女性であれば、何があっても解決しようと思うはずです。悩んで考えて状況を良くしようと思うはずですよ。女性がそう思ってくれないまま冷めてしまったのなら、初めからその程度だったのかもしれません。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。